皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、世界に迫り来る食料危機問題について取り上げていこうと思います。今回その話をなぜ取り上げるかというと、やはり何と言っても中国南部における洪水被害が多発しており、そのために中国の穀物生産というものは大幅に下がる見込みです。そのためこの話題を取り上げて、 YouTube 上には中国では食料難、食料危機が起こるということを盛んに取り上げているチャンネルなどがあり、それらが結構人気なので、私もそれに便乗させてもらおうと思います。しかし便乗させてもらうからには、私の持論を述べさせてもらいます。それらのチャンネルの言っていることはほとんど嘘です。かなり知識不足です。なぜそのようなことが言えるかといえば、世界全体の動きというものを全く捉えていないからです。現在の世界というのは、一部地域において起こった出来事というものがその地域だけで完結するということは全くないのです。今回はそのことについて少しお話をしていきましょう。というわけで、食料問題について取り上げた記事をまずは見ていきましょう。コロナ、バッタ、アフリカ豚熱、迫り来る食料危機、空前の食料価格バブルは起こるのか。どうにも不可解である。新型コロナウイルスのパンデミックの収束が見えぬ中、世界各地で同時多発複合の食料危機連鎖の懸念が生じているにもかかわらず、市場が静観していることだ。シカゴ穀物市場では、大豆、小麦、トウモロコシともにここ数年安値圏で推移している。背景には8年連続の記録的豊作予想がある。アメリカ農務省が7月に発表した需給報告によれば、2020年から21年度の世界穀物生産量は27億6000万トンとなり、過去最高を更新する見通しだ。このうち小麦は 7.7 億トン、トウモロコシ 11.9 億トン、米 5.2 億トンで、いずれも記録的豊作である。世界の穀物在庫も8.7億トン台、年間消費量の 32% まで積み上がる。穀物貿易量も 4.5 億トン台と、この10年間で 1.5 倍に拡大。天候相場本番を迎えたアメリカ中西部コーンベルト地帯の天候も順調だ。これらを見る限り、穀物価格に上昇の余地はないが、果たしてそうか。 OECD 経済協力開発機構と FAO 国連食糧農業機関は7月16日連名で、新型コロナウイルスによる不確実性の高まりにより、農業の中期的見通しは不透明とする長期予測を発表した。今後10年間、供給の伸びは需要の伸びを上回り、ほとんどの農作物の実質価格は現状の水準を維持または下回るとの見方をしつつも、世界的な新型コロナウイルスのパンデミックとの戦いは、労働市場や農業生産、食品加工、交通、物流、さらに食料と食品サービスへの需要の変化などの弱点と相まって、世界の食料供給網において空前の不確実性の原因になっていると指摘している。通常研究機関の長期予測は、過去の需給データをベースに人口、所得、消費形態などの変数を踏まえて推計されるが、現在我々が直面しているのは不確実、不透明な複雑系な世界である。世界の食料市場における足元の不確実要因を取り上げると、コロナ禍に加え、砂漠飛びバッタの大発生による公害、ヨーロッパでの干ばつ、中国での揚子江洪水、アフリカ豚熱と新型豚インフルエンザの発症、アマゾンの森林火災、シベリアの高温など不安材料にことかかない。これら要因は相互に影響を及ぼし合い、複合的な危機をもたらす。ロイター通信によれば、中国南部で発生した深刻な洪水により沈静化していたアフリカ豚熱の感染が再び拡大している。シカゴ穀物市場は、今のところ事態の深刻さも実害もつかめず静観しているものの、今後実態が明らかになれば、需給逼迫、価格高騰要因になる可能性は大きい。泣かないカナリア、価格にはあらゆる情報が織り込まれていると言われる。その意味では、市場は迫り来る危機に対する鉱山のカナリアの役割を担っているのである。にもかかわらず、今回はカナリアの役割を果たしていないところに、筆者は不気味さを覚える。いずれ市場で食料価格の上昇という警鐘が鳴るかもしれないが、その時はもはや手遅れとなる可能性が高い。確かにトータルとしての世界の食料生産は潤沢だ。しかし工業製品に比べ、安価で長期保存が難しい穀物は極めて地域限定資源で、地産地消が基本であるため脆弱なのだ。グローバリゼーションの下で農業の外部化を極限まで進めてきた日本にとって、いかに食料の安定供給を確保するかは喫緊の最重要課題である。一つの出来事から一つの結論へと至るというこの構図というものは、非常に話としてわかりやすいです。例えば、
中国南部における今、洪水被害というものは非常に広範囲で、しかも深刻なものです。ですからこの地域における穀物生産量が大幅に落ちて、それに伴って食糧難が発生するという一つのストーリーは確かに分かりやすく、そして大きな関心を集めています。実際私としてもそのような単純な話をすれば随分動画の再生数は稼げるだろうなと思う反面、そこには明らかな間違いがあります。なぜならばそのようなストーリーを述べている人たちというのは現在の世界情勢について全く理解していないからです。そもそも中国は食料を大量と必要としていますが、その減った分を海外から輸入すれば別にそのこと自体はすぐに問題が解消されるのです。中国の人々が飢えてしまうような食料危機が発生するかといえば、そこは大きな間違いです。ですから問題の本質は何かといえば、食料の価格が上がるということこそがこの問題の本質なのです。しかし食料価格が上がるというだけでは、動画のタイトルやサムネイルに書いたとしてもピンとくる人が少ないですから、食料危機だと煽った方が面白いなというのが動画の作成者の気持ちなのです。こういった話をすると、今の中国に大量に穀物を売る国なんてあるはずがないという反論をする人もいるでしょう。しかしそれもまた大きな勘違い、もしくは思い込みの間違いです。中国が大量に穀物を必要としていて、その大量の穀物を売ってくる国というのが確かに存在します。それは現在の米中冷戦の戦っている相手、アメリカです。今回紹介した記事の中においてもアメリカの穀物についての話が出てきますが、アメリカは穀物の輸出大国でもあります。そしてアメリカのトランプ大統領は米中冷戦、そして米中の貿易紛争のその交渉の場において、中国はもっとアメリカの穀物を買いなさいという要求を突きつけています。なぜそのような要求をするかといえば、アメリカの穀物は正直言ってまだまだ売り手を探しているような状況で、買い手が増えれば増えるほど嬉しい状況なのです。そしてアメリカと中国との貿易関係において、中国側が多くの利益を得ているのであれば、その利益というものを減らすためにも、アメリカの輸出品として食料をもっと買えというのはトランプ大統領としては一つの政策として成り立っているのです。そしてこの記事の中では触れられてはいませんが、実際問題、中国はこれから穀物の生産量などが下がるということを念頭にして、中国国内における食べ残しなどを厳しく咎めるような話を習近平国家主席などが行っていますし、実際に中国側が大量にアメリカの穀物などを買い付けたというニュースなども流れています。アメリカと中国との関係というのは争っている部分がある一方で、一方では貿易関係として物を売りつけたいアメリカと、今ちょうど穀物が足りなくなっている中国という今需給関係が噛み合った状態でもあるのです。また記事の中で触れられていますが、今在庫の量というものがどんどんと積み上がっているような状況で、しかも豊作になろうとしています。つまりさらに在庫が増える可能性があるのです。このような状況というのはアメリカとしては心地よい状態ではありません。なぜならば在庫というのは買い手がつかないということであり、農業従事者たちにとっても収入にならないということを意味しているからです。ですから中国南部における水害が非常に大きな被害をもたらし、それによって食料が足りない、その食料が足りない分をアメリカへと発注し、大規模な食料の輸送というものが発生すれば、それによって在庫が減り、アメリカとしては嬉しい話なのです。このように食料の貿易というのはアメリカと中国のような今まさに冷戦下にあるような国にあっても、その貿易関係というものは複雑で、そして密接なのです。ですから中国南部における洪水の大被害というものがあるからといって、それに伴って必ずのように食料危機が起こると言っている人というのは、国際的な貿易というものについて全く無視していると言えるでしょう。このような足りないものは海外から持ってくるということは、中国だけではなく日本なども同じようなことです。例えば日本においても水害などによって食料生産にダメージが及んだ時、必ずのように食料価格が上がります。真っ先にそれが現れるのは野菜類です。野菜類は海外からの輸入よりもむしろ地場で生産し、そしてみんなが消費するものだからです。一方でなかなか価格が上がりにくいものがあります。それはパンや麺類です。なぜ日本で災害などによって食料生産が下がったとしても、こうしたパンや麺類の価格が下がりにくいかといえば、その原材料である小麦などはほとんどが海外からの輸入品だからです。アメリカやオーストラリアから小麦というものを大量に輸入し、それによって日本で消費するというそのスタイルにおいては、日本で何か自然災害が起こって食料生産の量が減ったとしてもあまり影響はないのです。ですから逆に言えば、日本において天候不順などが全くなく、全ての食料生産がうまくいったとしても、アメリカや
オーストラリアなどで大干ばつなどが発生し、それによって食料生産が凄まじいダメージを受ければ、日本では全く問題ないのに、パンや麺類の値段が高騰するといった状況になるでしょう。このように、その地域においては食料生産に大きなダメージがあることと、その地域における食料危機が発生するかどうかというのは、それほど単純な話ではありません。そして中国、アメリカ、日本とこの3カ国の話を中心にしてきましたが、中国が大量に例えば穀物をアメリカに注文して日本への影響がないかといえば、実はその影響が出る可能性は十分あるのです。それは最初にも述べたように、足りないものは買うのですから、それによって値段がつり上がってくるという食料価格の高騰です。そして中国は自国で食料が足りなくなるならという計算が立ったならば、素早くその足りない分というものを輸入するために世界各国に買い付けに出かけます。そしてそれによって現地における買い付け価格が上がれば、当然のように日本と競合する部分においては価格が上がってきてしまいます。ですから中国南部における水害被害というものは非常に甚大で、それに伴って大量の穀物などが足りないというのであれば、回り回って日本の食料価格にも悪影響を及ぼすものなのです。そしてこの価格が上がるという現象そのものは、中国にとっても非常に痛い出来事になります。なぜならば、中国にとっても食料価格が上がるということは、それは中国人民の生活に直接関わってくるコスト負担だからです。昨日まで何円で買えていたものが、今日はもうこんなに値上がりしているといったような現象は、必ず政府への不満へとつながっていきます。ですから中国共産党にとっても、食料が足りないか足りるかではなく、食料の値段が上がることそれ自体が人民の不満として高まり、それが中国共産党に対する不満へとつながるということ、それ自体が何としても避けたい出来事なのです。だからこそ、少しでも食料の消費量を抑制しようと、食べ残しなどは絶対許さないぞというようなキャンペーンを始めているのです。というわけで、中国南部における洪水被害などが多発し、それによって食料の生産量が下がる、それによって起こされるのは食料危機ではなく食料価格の高騰であるというのが私の考えです。そして中国における食料価格の高騰というものは、決して中国国内だけで収まるものではなく、他の国に対しても同じように悪影響が及び、食料価格の高騰というものを招くことになるでしょう。ただし、日本などにおいては小麦の値段などが上がることによって、例えばパンや麺類などの値上がりというものが考えられるわけですが、しかし一方で日本で自給自足ができているお米などについては、その悪影響は受けないでしょう。ですから、自給自足できるということは、それによって国際貿易上においても非常に強い立場を持つことができるのです。このような争いに巻き込まれないためには、日本で行うべきなのは、まずはみんなでお米を食べましょうというキャンペーンを張って、年々下がってきているお米の消費量というものを持ち直すことが非常に重要になるでしょう。現在日本の主食というものは米ではありません。消費額で言えば現在1位なのはパンなのです。昔のイメージでは日本人はお米を食べていたが、現在においてはまず日本人が何を食べているか、その1位というのはパンです。ですから主食がパンに移り変わってきているこの現状というものは、実は非常に危ういものであるということを変えることが、食料の自給問題についての一つの回答となるでしょう。といったわけで、今回は少し複雑な食料問題についてお話をしました。なかなか分かりにくい話ではあったと思いますが、皆さんはどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。さて、それでは今回は少し余談をしようと思います。先日私は一つの動画を投稿しました。その動画というのはお隣の国の話題だったわけですが、 YouTube のスタッフ審査により不適切な動画であると確定されてしまいました。これによってその動画というのは広告がつかないもの、つまりどんなに再生数が上がろうともその収益はもう上がらないよということが確定した動画になります。またこうした不適切動画というものがいくつもあると、その他後続の動画についても厳しい審査が行われ、広告がつきにくくなるといった弊害を生み出します。私自身、この動画の内容について何か不適切な内容があったかといえば、私はそうは思いません。例えば他の方の場合だと、情報がどこから出てきたのかわからない、そういったニュースなどを取り上げていることが多いのですが、少なくとも私の動画においては、どの報道機関がいつ出した記事なのかというのを明確に表していて、決して出どころのわからない情報をもとにして話しているわけではありません。例えば昨日であれば、お隣の国の報道機関2社が出している記事というものを引用しました。そしてその記事に書かれている内容をもとにして、このようなことがわかりますよという話をしているのですから、そこに大きな不適切な内容というものは私は起こり得ないと思っています。ただし一方で、こうした広告の停止を受けるというのは、
動画投稿者としては非常に痛いものです。何しろこういったことが続くと少なくとも収入はゼロですよということが確定するわけですから嬉しいわけがありません。こういった事情もあってどうしても広告が停止されないためにはどうしたらいいかといった試みなどは行わなければなりませんし、表現を柔らかくしなければならないなと、いわば自主規制などもかけなければならないといった事情があります。ただそういった試みをいくらしたとしても広告が停止されるときはどうしても発生するものですから、この問題への対応として私は一つの方法をとっています。それはメンバーシップ制の導入です。メンバーシップ制の導入と広告停止の関係というものが一体何なのかといえば、それは動画を投稿しても、はい、これは不適切ですよ、広告がつきませんよ、あなたの収入はゼロですよとなったときでも、メンバーシップから入ってくるお金というものは停止されるわけではありません。ですからメンバーになってくれる方が一人でも多ければ、それによってたとえ動画の広告収入が0円になったとしても、メンバーシップから入ってくるお金というものが計算できれば活動を続けていく基礎的な収入にはなっていくからです。このメンバーシップなのですが、他のチャンネル場合だとメンバーになった方に対して限定動画を配信するといったこともしていますが、私のチャンネルにおいてはそうした意味ではメンバーになった方にはこんなすごいことをしますよといった特典を用意しているわけではありません。本当に純粋に私のチャンネルの活動をもっと続けてほしいなという人にメンバーになってもらうという、いわば応援、投げ銭のようなものとして加わってもらえればと思っています。そういったわけで応援してあげるよという方のメンバーへの加入をお待ちしております。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わった評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。そして今回はメンバーシップへの加入も行いましたので、ぜひこの機会にメンバーに加わるということも検討してみてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。